ドレインワイヤーに黒、銅にします。銅にして1分間ぐらい放置して FB-300、片側が ITT キャノン、反対側がノイトリックのコネクタです。ノイトリックにしたのはボデー、これ自体にもシールド線落としました。これはマイクにつないだ時にアースになるので、はい、シェルもアースにしました。